駅からね、お地下を降りてきますので、通路を開けてください。前のお友達は立ちましょう。線のところに挟んでください。みんなのお顔が見えるように、重ならないように、はい。前を向いて、お母様方に皆さんにご挨拶します。お辞儀をしましょう。頑張りました。一人の子どもたちは大地をしっかり踏みしめ成長することでしょう。そしてこの歌、夢の花のようにどんな花を咲かすのか、それは僕らが決めていく。この力強い言葉を信じて、私たちはいつも子どもたちにエールを送り続けたいと思います。今を精一杯に生きている子どもたちの姿は、私たちに勇気と励ましを与えてくれます。頑張りました。次のお友達は立ちましょう。前に並んでください。お家の方の顔をね、しっかり見て前を見てください。ちょっと待ってね、みんなのお顔が揃うまでちょっと待ってね。はい、揃いました。それでは前を向いてお辞儀しましょう。頑張りました。子どもたち一人一人にお礼を言いたいです。生まれてくれてありがとう。こんなに大きくなってくれてありがとう。たくさんの喜びを私たちに与えてくれてありがとう。そして保護者の皆様、大切なお子様を私たち救命の職員に託してくださって本当にありがとうございます。みんなで楽になりきって素敵な衣装で頑張りました。次のお友達は前に並びましょう。お辞儀しましょう。お子様たちは
そしてその後子どもたちは保護者会から